はい、皆さんこんにちは、ゲームズナウシカナです。はい、皆さんこんにちは、ゲームズのシロです。はい、今回ははい、今回ですね、オロチマル、オロチマルなんですが、うん、結構ね、比較的難易度が低いステージですね。なんでね、これもハッカー狙いがそうなんです。これうちのね、記事見てれば分かってると思うんですけど、はい、うん、あの関連記事でね、ハッカーも狙えますよっていうのがあるんで、狙いやすい。今回は重力メインで、はい、ハッカーを狙うときにシロさんが、ね、いつもどういうパーティーで回ってるのかで、はい、まあ、今回これ、ね、このパーティーでこのパーティーで行ってます。で普段は、うん、最後の部分がね、はい、カオルシファをね、はい、自分は使ってるんですけど、うん、今回はあの限定キャラなんでね、持ってない方もいると思うんで、まあうね、今回最後というか早っ、はい、もう抜けたよ、はい、早っ、ワールドが強いのかな、うん、これ重力バリアのね、パーティー編成の時は、うん、あのアリスの代わりにワールドがね取ってますよ、うん、強っ、はい、でもねワールドね若干アリスに比べて遅いんですよね。あ、そうなんだ、はい、なんでワールド入れる場合はシンドバッタリー悟空内がね、加速がやっぱ欲しいですね。あ、そうなんだね、ワールドなんか遅い印象ないけど、はい、うん、意外とね、アリスを使ってから使うと、うん、ちょっと鈍速気味なのを感じちゃうことがある、これ、ね、今一応ここね、はい、第2です、がスピックスキップされてるんで、はい、第3かな、記事の方では多分第3がこれ出てますね、はい、そうですね、まあ、今回ね最後オロチマルでも使えますからね。確かに、うん、最後はねもともとランキング入ってますから、ね、はい、はい、そうですね、これでまあハッカー狙えると、うん、はい、なんでワールドは複数積んでも結構ハッカーで活躍しますからね。確かに遅延できたらだって、ね、うん、でかいよね。そう、ボス1ボス2でね、まあ、遅延できたらね、封殺できるよねあともうボコボコにするだけなんで、何もさせないよね、早っ、はい、もう中アタウン。これね、ダメージオールのパーティー前回紹介したと思うんですけど、うん、そのパーティーでもねゴリ押しでいけるんですよ。あ、マジで、はい、まあ、でも今回重力ちょっと紹介したかったんで、かぶっちゃうからかぶっちゃうからてかこれやべえ、うん、早っ、もう来た。そう、ここね、友情が強いキャラで固めて、うん、その友情だけで倒していくと周回がすっごい早いんですよ。じゃあ本当もう狙いやすいんだ、うん、そう、オロチマルはねもう1時間で本当10何周できる時もあるぐらい早い。今までの実況動画一番早いんじゃない確かにめちゃくちゃ早い、終わりそうじゃん。で、ね、重力パーティーでそのハッカー狙いするとあれじゃないですか、逆に SS がたまんなくて。あ、確かに、うん、今全然たまってないね。オロチマルがね危ないってバターになる可能性が。確かに火力言って高いもんね、うん、そう、オロチマルね、スピード重視でどんどんクリアしていかないと火力高くてやられちゃう若干危ないかもしれない。ノブックスが使えるか、うん、ノブックス使えるのはでかいですね。ノブックスもね、自分破壊用に一応即必殺がついてるんで、うん、今回はね、たまり、はい、まあ、一応ね、今回ちょっとあんま解説はしてないですけども、はい、基本雑魚処理かな、雑魚の火力も高いんで、ね、うん、雑魚処理してから、まあ、オロチマルも行くみたいな感じですかね、はい、でオロチマルのね、周りにビットンがあるんで、やっぱアーサーだったりルシファーだったりね、そうっす、ビットンの影響を受けないモンスターをね、連れてくると。ルシーいたらめっちゃいいんじゃないかな、うん、ルシーやばいエドリサーでもうどんどんね、はい、いけると思う、うん、あとね、サルトビサスケ。ああ、ここでも、うん、ここでもサルトビサスケ、折り紙に活躍して、ここ強いですね。確かにアジンキラーもちゃここいい、うん、とりあえずまあいいかもね、いいですね、1体いたら、うん、でも積みすぎるとやっぱ重力バリアも確かね、確かに倒せなくなる。サルトビも、そうそうそう、うん、まあ、ハッカーはね、スピクリ関係ないんで、スピクリできるかできないかじゃなくて早く回れるか回れないか、そうだね、ですね、もう重視するところは、うん、もうクリア、はい、とりあえずクリアするってことだもん、ね、うん、クリアはもう全で大丈夫です。で、まあコンティニューしちゃったとしても、まあ基本ないですけどね、うん、しちゃっても一応出はするよね。そう、出ます、うん、はいはい、意外と友情だけで削れますね。確かに、うん、まあ、ワールドがやっぱ強い、強い、うん、ワールド強いですよ。いや、まあ、アリスほどのね威力はないにしろ強い。一応今回ワールド点数上がったもんね、うん、9点だったからね。そうですね、9点で今やってますね、うん、はい、ラスト、うん、早っ、もう終わっちゃうこれ、はい、もう終わっちゃう、早いよ5分ぐらいじゃん。まあでもこれは別にあれだから、はい、こっからだから、はい、でここハッカーが、はい、あ、大丈夫ですハッカーがね、ごめんなさい、ここはそうそう、ね、こいつゾンビがいるからね、こいつは倒しましょう。いくら雑魚処理してもね、そうそう、全然できなくなっちゃう、追っつかなくなるんで、はい、はい、お、いけるんですか、きた強やりすぎやりすぎただでさえ短い動画な、じゃないか確かに、オロチマルのマッチポイント解説じゃないんだよまあでもね、入れるみたいですね、うん、まあ、入れるみたいですねってあ、使えばよかった、もう一回、あ、確かに、うん、まあでもね、あの SS が紙に溜まってなくてもね、できるよと。あ、OK、はい、まあでもここからですから、うん、これもここから本番ですからね、ここから本番、
まあ、でもオルチモルをね、まあ、大降臨祭の対象でもありますから、そうそう集めてるって方は、ね、うん、パーティーの参考にしていただいてね、オルチモルはね、優秀って優秀ですからね、はい、うまくはやっぱね、あのエールソレイ X とか、そうそうそう、うん、そのあたりがいいと思います、うん、最近だったらかまいたちいいんじゃない、そう、かまいたちもね、かなりいいと思います、ここはい、うん、今二度押して、はい、まあ、ここからです、そう、ここからね、ここからここでね、そのための動画で短くしたんですから、そう、確かに、そうそうそう、あ、じゃあここからハカンも引き続きやっていく、ね、そうそうそう、やるってことで、ことですね、そうそうそう、はいはい、なるほどね、うん、はい、まあね、これ惜しい、来そうじゃない、惜しいんじゃない惜しいんじゃないってやばい、あー、まあ出ないと、あー、まあ、これがね基本ですからね、そう、これをもう本当繰り返して何度も言いますが、うん、やってるって感じ、運白衆ね、運白衆してね、はいはい、まあ今回ね一応角は狙いをした場合のね、うん、オロチマルだったらどうするのかっていうのは、はい、まあ、重力メインで、ね、パーティーで組んでみました、うん、はい、はい、まあ、ここにいないキャラでも、うん、カオルシファ、うん、あとアスカウリエル、うん、そのあたりがやっぱ重力だと優秀かな、あと竜だ、そう、竜の神か、竜も強いですね、強いね、やっぱ重力でも結局一体はルシだったりアリスだったり連れてこれるんで、そうそうそう、うん、重力だけで固めるって必要はないですかね、うん、普通に多分ね、うん、前のねパーティーみたいに、うん、アリス2で、うんうん、全然いいと思うんで、全然ね、はい、で行けるとこはね別にアリス通じちゃってもいいですよね、そうそう、てか そう言ってるんだもんね、うん、それで言ってますから結局どこでもね、はい、そう、はい、はい、まあ参考になればと思います、ね、うん、ぜひお願いします、はい、じゃあ、まあ、あのチャンネル登録で、はい、まだ何度も言うんですけど、まだの方はぜひ押してください、はい、下側にで、はいはい、でね、この動画こいつらオチモルで、はい、ハカン狙ってるみたいだよっていうのがね、はい、友達に教えてあげたらシェア、うん、動画ね、あ、シェアしてもらって、ね、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、で今回もナシカノと白がお送りしました、お送りしました、ご視聴ありがとうございました、ありがとうございました。